エドモンド・ロカール、エドモンド・ロカール博士は犯罪学者で法科学を先駆けた人であり、フランスのシャーロック・ホームズとして知られている。すべての接触には痕跡が残るという法科学の基本的な原則を定義した。これはロカールの交換原理として知られている。ロカールはリヨン大学で医学と法学を学び、最終的にアレクサンドル・ラカサーニュのアシスタントになり、 犯罪学の教授になった。1910年までその職にあり、その間自身の犯罪研究所を設立した。歴史的な7冊の著作を発行し、1918年に指紋認証における12の要点を開発した。1966年に死去するまで自身の研究を続けた。ロカールは、リオン警察の説得して2つの小部屋と2人の、 アシスタントを用意させることに成功し、初の警察研究所として活動を開始した。後に探偵小説作家として有名となるジョルジュ、シムノンは若い頃に、いくつかのロカールの授業を1919 19年から1920年にかけて受けている。彼がどこを踏んでも、どこを触っても、立ち去っても、無意識であったとしても、それらは彼を陥れる。 沈黙の目撃者としての役目を果たす。指紋や足跡でなく、彼の髪、洋服の繊維、彼の壊したコップ、彼の残した工具の跡、引っかき傷、彼が沈着させたり受け取った血や精液などである。これらは彼を陥れる沈黙の目撃者となる。これらの証拠は決して健忘しない。現在の感情により混乱をきたすことはない。 人間の証人のようにいなくなることもない。真実の証拠である。物理的な証拠は誤解せず、偽証もせず、完全に消し去ることもできない。唯一人為的ミスによる発見によりその価値が下がる、のみである。エドモンド・カール、ありがとうございます。